福岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは可愛い猫の生地のワイヤーポーチです。形は同じですが大きさが2種類あります。重ねてみると大きい方と小さい方、このぐらい大きさが違います。また1枚布で作られているデザインと2枚の生地の切り替えになっているデザインがあります。どちらの大きさも形は同じなので、こちらでまずは詳しくご紹介していきます。底部分のまちが大きいポーチです。そして口のこの部分にワイヤーが入っているのでガバッと開いて安定します。内側は両サイドにポケットがあります。片方のポケットは仕切りがないポケットで、もう片方は中央部分に仕切りがあるポケットです。本体はファスナーで開閉ですが、こちらを持って開けていただくと開けやすいです。生地をご紹介していきます。まずは小さいサイズからです。ピンクに猫がたくさんの生地、こちらは切り替えになっています。こちらも小さいサイズです。茶系でたくさんの猫がいる生地、切り替えになっています。内側です。ここからは大きなサイズでご紹介をしていきます。形は同じです。こちらは1枚布です。そして大きいサイズも底部分のまちたっぷりあります。大きく開きます。大きなサイズは全部で4点ありますが、4点とも内側無地の生成りです。ポケットの配置も同じです。淡いピンクと猫ちゃんの生地で、こちらは切り替えになっています。こちらは小さい方にも同じ生地がありました。大きいサイズとお揃いで使えます。切り替えになっています。猫ちゃんの一日が描かれた可愛い生地、ベースの生地は薄いピンクです。お掃除をしたりいろいろです。こちらは1枚の布です。お店の入荷情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。また、のろぺこでは常時委託作品も募集しています。詳細はお店のホームページをご覧になってみてください。You can now order from an overseas.No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@noropeco